ファウルボールにご注意くださいませ。
ド杉浦くん、セカンド杉浦くん、Thank you.
2番センター中禅寺くん。
4番ピッチャーイリーグ8回の裏、聖和学園の攻撃は3番、キャッチャー、遠藤君。Thank you.
レフト斉藤君。
9回の裏、聖和学園の攻撃は6番大場くんに代わりまして臼井くん、バッターは臼井くん。ご覧のように5対0で石橋高校が勝ちました。ただいまから石橋高校の栄誉をたたえ同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。
第3試合は1時50分開始の予定でございます。しばらくお待ちくださいませ。